え、お父さんどうしたの？ち、声出すな。チビたちが起きるだろう。え、何これ、なんでこんなことするの？うるせえな、黙ってろ。やめて、やめてよお父さん。今回は関係者が暴露した大家族青木家のヤバすぎる闇についてご紹介します。青木家は2004年から2006年に放送されたザ・激闘大家族に出演し、一躍話題となった大家族です。その当時はあらゆる大家族番組が人気を誇っていたのですが、中でも青木家にはある事情があり、より一層注目を集めていたのです。もうあんたなんて知らない、私この家出てくから。ああ勝手にしろ、子供たちは俺が育てるからな。お父さんお母さん喧嘩しないで。うるさいわね、あんたは黙ってな。ああもうイライラする、二度とあんたたちの顔なんか見たくない。お母さんちょっと待って、もう私を自由にして。青木家が抱えていた衝撃のある事情とは、母親が蒸発して父親がシングルファザーとなり子供を育てていたことです。この時の青木家は四女三男の子供がいる8人家族でした。こちらは青木家の長女あざみちゃんです。こんにちは。あざみちゃんは家出したお母さんの代わりになって下の子たちの面倒を見てるんだよね。そうですね、お父さんは仕事忙しいし私がやらないと。あざみちゃんは本当に頑張ってて偉いね。きっと下の子たちもあざみちゃんが大好きなんだろうね。ねえねえ、昨日の大家族番組見た？青木さんちの回。見たよ、あざみちゃん。お母さんが家出してからずっとけなげに小さい妹や弟たちのお世話してて泣けたな。まだ高校生なのにあんなに家族のために尽くして、ほんと立派な子だわ。ほんとにね。しかもあざみちゃんって母親の連れ子だったから、父親とは血がつながってないのにお父さんのこともしっかり支えてて涙止まらなかったよ。このように母親が家出して以降、長女のあざみちゃんが妹や弟の面倒を見ていたようで、そんな彼女の姿に感動し、彼女を応援したいという気持ちで放送を視聴する人も多かったようです。青木家はやっぱ人気だな。そうですね、あざみちゃんの影響が大きいっぽいっす。あざみちゃんを見たいって声も多いし、今後も視聴率期待できそうですね。だな、引き続き青木家シリーズは放送しよう。こうしてたびたび青木家はザ・激闘大家族の中で放送されることとなり、出演回数が増えていくにつれてどんどんあざみさんの人気も急上昇していました。そんなあざみさんに驚くべき変化が訪れたのは彼女が16歳の時でした。あざみちゃん、どうしたのそのお腹、もしかして妊娠してるの？実はそうなんです、今妊娠7ヶ月で。そうだったんだ、おめでとう。マジかよ、この子って今16歳だよな。彼氏との子供かな、結婚は特にしてないっぽいけど。ありがとうございます。なんとあざみさんは16歳という若さで妊娠していたのです。これには驚きを隠せないファンも多かったようですが、その翌年に放送された回で彼女はさらに視聴者に衝撃を与える告白をしていたのです。実は今回ご報告があって。ん？どうしたの？第2子を出産しました。嘘でしょ？2人目が生まれたの？そうなんです、1人目が生まれて数ヶ月後に次の妊娠が分かって、びっくりしたけど2人の子供が可愛くてたまりません。そっか、いやとにかくおめでとう。ってことは今は下の妹や弟たちの面倒を見ながら育児をしてるの？そうですね、バタバタで忙しい毎日だけど幸せな時間を過ごしています。こうして第二子の出産を発表したあざみさん、10代の子が妊娠と出産を繰り返していることはかなり衝撃的だったものの、妹弟のお世話に奮闘するあざみさんの姿は変わらず視聴者から好評でした。皆さん、これまで番組への出演本当にありがとうございました。今回の収録で青木家の密着は終了になります。ありがとうございました。今までお世話になりました。こちらこそ。青木家は非常に人気のある大家族で、2年間もの間番組を支えていただきました。これからもお元気で。こうして実に9回もの密着が行われた青木家の放送は、ちょうどあざみさんが第2子を出産してすぐに終了となりました。あざみの書いた本めちゃくちゃ人気みたいだね、すごいな。ありがとう。そうなの、結構買ってくれる人が多いみたいで嬉しいわ。もう少しで続編も出す予定なんだ。そうなんだ、いろいろと順調みたいね。なんと番組終了後すぐに自身の人生について綴った本を出版したあざみさん、その本はベストセラーになるほど大ヒットし、彼女の人気は放送が終了してもなお続いているようでした。
いつまでも仲が良く、これからも家族で協力して生きていくと思われていた青木家の印象が一変したのは、番組が終了して3年後のことでした。実は私、父からずっと性暴力を受けていました。え、それは本当ですか？はい、初めて父に襲われたのは母が出ていてすぐの頃です。え、お父さんどうしたの？父、声出すな。チビたちが起きるだろう。え、何これ、なんでこんなことするの？うるせえな、黙ってろ。やめて、やめてよお父さん。そこから2日に1回くらいのペースで父からの性暴力が始まったんです。それはかなり辛い日々だったことでしょう。はい、最初は抵抗してたんですけど、大人の男の人に力で勝てるわけもなく、行く当てもなかったから、いつの間にか黙って耐えるようになりました。そうだったんですね。ってことは、もしかしてあざみさんのお子さんって？そうです、父の子です。嘘でしょ、なんてことを。ひどすぎる。なんとあざみさんは週刊誌に、昔父親から常習的に性暴力を受けていたことと、自分の子が父親の子供であることを自白したのです。それとザ・激闘大家族の中では伏せていたのですが、実は。ねえあざみさん、もしかしてあなた妊娠してるの？やっぱりそうだったの。あなた、いくつだと思ってるの？ 14 歳よ。これからどうするのよ。子供は産みます。産んでどうするのよ。育てられるの？小さい妹さんや弟さんもいるのに、本当に大変なことよ。でも、もう決めたことなので。驚くべきことに、あざみさんは14歳の時に第一子を出産していたことも暴露していました。16歳で初めて出産したと番組で発表した時もかなり衝撃的でしたが、まさかそれよりもっと前に子供を産んでいたという話には、週刊誌のスタッフも耳を疑ったようです。ごめんなさい、やっぱりあなたを育てることはできない。施設でも幸せに暮らしてね。結局、子供を育てることができないと判断したあざみさんとご家族は、第一子を施設に預けることにしたようです。そしてその子供もまた父親の子供だと週刊誌のスタッフに語っていました。見ろよこの記事、青木家の闇だって。信じらんねえよな。テレビだと母親のいない家族をみんなで支え合いながら暮らしてますって感じだったのに、全然違うじゃねえかよ。ほんとヤバすぎるよな。でもさ、当時からあざみちゃんの子供の父親が誰なのか、番組内でも自叙伝でも語られてなかったから、なんか言えないようなことがあるんだろうなとは薄々思ってた。しかもあざみちゃんに対して日頃から性暴力だけじゃなくて暴言を吐いたり手を挙げたって、ほんと父親失格だな。こうして青木家の闇を掲載した週刊誌が発行されて以降、人気だった青木家のイメージは地に落ち、それと同時に被害者であるあざみさんを同情する声で溢れたのです。さて、ここまでの情報は当時かなり人気だった大家族の大きな闇として一気に話題になったので知っている方も多いと思いますが、実はこの話は全て嘘なのではないかという噂があるのです。あざみ、俺ら結婚しよう。お前が運命の相手だと思ってる。嬉しい。結婚する。あんな親父の家で暮らす必要はねえ。すぐに俺んとこ来い。ありがとう、大好き。あざみさんは19歳の頃に当時交際していた彼氏と結婚しています。結婚時点での交際期間は3ヶ月だったものの、1日でも早く性暴力を行う父から逃れたかったのか、結婚を決意したようです。おい、お前危ないぞ。さすがに酔っ払いすぎだぞ。事故んなよ。わかってるよ。うおー、なんかテンション上がってきたな。飛ばすぜ。はははおい、やめとけ。本当に事故るぞ。大丈夫だって。え、俺、今、人引いた？お前、やばいってマジで。え、全然動かねえじゃん。救急車呼ぶぞ。どうしよう。このままこの人が亡くなっちまったら、俺殺人犯？しかも酒飲んでるし、確実に無所じゃねえかよ。そんなの嫌だ。はあ？お前何してんだよ。ひき逃げになんぞ。さすがにヤバすぎるって。うるせえ。俺は無所なんか行きたくねえ。なんと、あざみさんと夫が入籍してわずか2ヶ月後に、夫はひき逃げ事故を起こしてしまうのです。結局、逃げ切れるわけもなく、事故を起こした数日後に警察に逮捕された夫は、逃げたことと飲酒運転であったこと、さらには被害者が亡くなったことなどを踏まえ、交通刑務所に収監されることとなったのです。ちょっとあざみ、あんたの旦那ひき逃げで捕まったって本当？マジかよ、どうすんの？損害賠償とかすごいんじゃない？
そうなの、ただでさえお金ないのに、もう本当にやばいよ。そうなんだ。じゃあ青木家の秘密を週刊誌に暴露しちゃえば、いっぱいあるでしょ。注目された大家族だし、絶対高く買ってくれるよ。秘密ね。なるほどね、その手があったか。あのクソ親父のこと内容もりもりにして週刊誌に売ってやろう。この夫がひき逃げ事故を起こしお金に困っていたという情報こそ、あざみさんが週刊誌に話した内容が嘘なのではないかと言われている理由の一つなのです。青木家の闇週刊誌で読んだけど、あれ本当のことなの？あざみちゃん父親から暴力受けてたって言ってたけど、傷跡なくね？確かに頻繁に殴られたりしてたら体のどこかには傷跡残りそうだよね。それに性暴力も2日に1回のペースで受けてたって言ってたけど、さすがにあれだけ兄弟がいたら気づくだろう。一緒に寝てるんだし。怪しいこと多いよな。やっぱあざみちゃんの言ってることって全部嘘なんじゃね？またあざみさんは週刊誌に父親から暴力を受けていることも話していましたが、それにしては傷跡がないことや、現実的に考えてやはり性暴力も受けていないのではないかという話も出てきたのです。いいのかな、俺たちまだ小6なのに。いいのよ、初めてだから優しくしてね。俺も初めてだからそういうのいまいちわかんねえけど、ゆっくりしような。うん。さらにあざみさんは小学6年生の時に初体験を済ませており、かなり大人びた子供だったようです。この話が事実であれば、あざみさんの子供が父親の子供であるという話が嘘だと疑われるのも少し理解できてしまいます。あざみさんの暴露により、青木家がテレビで見せていた顔と実際の本性が全く違うことにショックを受けた視聴者も数多くいたようですが、それと同時にテレビは全てやらせだったのではないかという憶測も飛び交うようになりました。そしてその憶測は噂ではなく事実として世間に広まることとなるのです。あざみちゃんは突然出て行ったお母さんのこと嫌いになったりしないの？それはもちろん、どうしてって思いましたし悔しくなりました。でもお母さんも大変だったから、今はお母さんにただ会いたいです。そっか、それで一生懸命お母さんを探してるんだね。はい、お母さんと会って話がしたいです。当時の番組内であざみさんは家出をした母親を必死に探していました。ただお母さんに会いたいと語っていたあざみさんに視聴者は胸を打たれていましたが、実はなんと母親は青木家の近くに住んでいたようなのです。おい、酒持ってきたぞ。金は？あ、金なんかねえよ。酒置いてさっさと出てけよ。ちっ、いい加減戻ってきてチビたちの面倒見ろよ。私には無理だよ。いいから行けよ。この時の母親の私生活はかなり荒れていたようで、テレビに出られる状態ではなかったと思われます。とはいえテレビだと蒸発し、長年会えていない母親という設定だったので、事実とはかなりかけ離れた現状は完全にやらせとなりますよね。俺再婚することになったから。は？マジ？私新しいお母さんとか嫌なんだけど。そう言うなよ。あっちにも小さい子供がいるし、お前に妹ができるんだぞ。別に妹なんて欲しくない。とにかく私は反対。また青木家の嘘は他にもあり、それはテレビの中でずっとあざみさんが長女として紹介されていたのですが、実はあざみさんには血のつながっていないお姉さんがいたというものです。長女は父親の連れ子で、テレビで紹介されることは一度もありませんでした。おう、久しぶりだな。元気か？なのよ。実はさ、俺らの家族がテレビに出ることになったんだが、お前も出ないか？下のチビたちと仲いいふりしてくれたらいいから。ああ、ふざけんなよ。今さら無理に決まってんだろ。そうか、わかった。じゃあテレビでは青木家にお前は存在していないことにするから、くれぐれも公言すんなよ。ほんとクズだな。大丈夫だよ。あんたたちと家族なんてこっちから願い下げだから。この長女の存在もあざみさんが週刊誌に暴露したことで初めて公になりました。ただしあざみさんも長女とはそこまで関わりがないようなので、名前も年齢も今何をしているのかも何も明らかになっていません。世間から注目され人気を集めていたとは思えないほど、今では闇深い家族として非難が殺到し、時代が変わっても伝説のように語り継がれている青木家。そんな青木家は騒動が起きて以降どのような暮らしをしていたのでしょうか？私結婚することになったから、もうこの家は出ていく。はあ？そんなの許さねえよ。あんたに許してもらわなくて結構。子供たちよろしくね。じゃあ。おい、あざみ、お前は子供を捨てるのか？自分の母親と同じことしてんじゃねえよ。なんとあざみさんは夫と結婚するときに子供を置いて家を飛び出したようです。
青木家、あざみちゃんが週刊誌に暴露してから情報何も出ないけど、どうなってるの？確か、父親逮捕されたんじゃなかった？え？そんな話あったか？いや違うよ。みんながバラバラになったんだよ。このように衝撃的なあざみさんの暴露以降、メディアに全く出なくなった青木家に様々な憶測が飛び交っていましたが、2015年に父親が週刊誌のインタビューに答えたことで、青木家のその後が明らかになったのでした。現在はどのような暮らしをしているんですか？相変わらずですよ。一緒に住んでるのはあざみが置いていった二人の子供と一番下の僕の子供だけですけど。他のお子さんたちは家を出られたんですか？そうですね。男の子たちはもうみんな世帯を持って子供もいます。ここにいるのは三女の子で、僕は今仕事があるときは仕事して、ないときは子供たちの面倒を見てます。賑やかそうですね。そのあざみさんとは今連絡を取り合っているのですか？全く取ってないですね。旦那が無所に入ってすぐには何度か行き来してたけど、今はどこにいるかもわからないです。あざみさんのお子さんたちはママに会いたがらないのですか？会いたがらないですね。あざみの子供たちは自分たちで、ママはいないと言っていますから。こうして当時の状況を語っていた父親、それから9年が経つ現在、あざみさんの妹や弟もみんな結婚し、それぞれ幸せに暮らしているようです。そしてあざみさんのお子さんは19歳と18歳になっています。私ももう35歳か。あざみ、刑務所から出てくるまで待っててくれてありがとうな。当たり前でしょ、あなたを愛しているもの。これからも仲良く暮らそうね。あ、あざみさんについては今どこで誰といて何をしているのか、それについては情報が全くないので不明です。しかし夫が警察に逮捕された時、彼に大バッシングが集まる中、彼女はずっと必死に彼を擁護していたので、もしかしたら今も一緒にいるのかもしれませんね。まさかあの大人気だった青木家にこんな闇があるとは驚いたよな。そうですね。でももともと母親が失踪していたという時点で、当時からインパクトのある家族だと思っている人も多かったみたいですけどね。何が事実かわからないけど、あざみちゃんが子供を置いて家を出たことはショックだったな。自分も母親から同じことをされたから、置いていかれる辛さはわかるだろうに。でももしかするとあざみさんも私たちには想像できないほどの何かを抱えていたのかもしれませんね。何はともあれ子供たちが幸せに暮らして、そしてあざみさんも子供のことを忘れずにいることを願いたいものですね。